古代、土はありとあらゆる栄養素の宝庫でした。農民は土をあがめ、同じ土地で作物を作り続けることなく、肥沃な土をとても大切にしていました。近代の農業では、この大切な習慣はどこかに置き去りにされ、土壌はどんどん痩せてしまいました。土地が痩せてしまった大きな理由は、産業革命に伴う公害の発生もさながら、利益のみを重視してきたからでした。利益重視が化学肥料や農薬の乱用につながり、土地が痩せてしまいました。豊かな土地で育ったトマトも、痩せた土地で育ったトマトも見た目は同じです。さらに現代は都市部と農村部が離れているため、農作物が完熟する前に収穫をして輸送をし、皆さんの食卓に並ぶまで何日もかかります。痩せた土で育った農作物は栄養素が不足しています。それを食べる私たちは毎日食べているつもりでも十分な栄養素が取れません。私たちの体は免疫力の力によってさまざまな病気から守られています。免疫力の源となる栄養素が乏しければ、免疫力は思うように力を発揮できません。現代人はこの栄養不足を補うために栄養補助食品に答えを求めました。残念なことに、市場に出回っている多くの栄養補助食品は合成化合物です。私たちの体はそれを異物と認識し、合成化合物は体内に吸収されず排泄されてしまいます。効果がある感じがする、すなわち心理的に効果があると思い込んでいるだけなのです。では他に解決策はないのでしょうか。答えは偉大なる大自然にあったのです。およそ20年前、初めて植物の中から発見されたフィトケミカル、日本語では植物栄養素と訳されます。研究によって植物栄養素は体の中でさまざまな素晴らしい仕事をしてくれることが分かってきました。以来数万種類に及ぶ植物栄養素が次々と発見されています。植物栄養素は活性酸素と戦ったり、自己免疫力をパワーアップしたり、解毒も手伝ってくれます。生命の源である血液もサラサラにしてくれます。植物栄養素は私たちの健やかな健康づくりに不可欠な栄養素なのです。植物栄養素を上手に豊富に摂ることによって、あらゆる病気から私たちの体を守ってくれます。また老化のスピードを遅らせることもできるばかりか、若返ることも夢ではないのです。日々のあらゆるシーンであなたの活動が最高のパフォーマンスとなるように整えてくれます。残念ながら近代の食生活では十分な植物栄養素を摂ることはできません。また合成化合物で作られた栄養補助食品でも十分な植物栄養素を補うことはできません。そうです、答えは偉大なる大自然の中にあるのです。もし大自然の恵みがふんだんに入った天然の植物栄養素が豊富に含まれている栄養補助食品があるとしたら、その原料となる農作物は有機栽培農法によるものであり、成分はホールフード抽出であり、濃縮還元果汁ではないとしたら、そして何よりも美味しい栄養補助食品だとしたら、エクスフューズは独自の画期的なホールフード抽出技術で、植物栄養素が豊富に含まれる大変おいしいマルチボタニカルドリンク、セブンプラスフォーカスを開発しました。セブンプラスフォーカスには7つのスーパーフードから抽出した豊富な植物栄養素に加え、プラスに含まれている原材料のペリーウィンクル、ドクダミ、ザクロ、アロエベラ、ワイルドブルーベリー、コンコードブドウなどの十数種類の成分を組み合わせて、より栄養価が高く体の細胞が吸収する美味しいジュースになっています。さらにグレープシード抽出成分や遺伝子非組み換え玄米抽出成分などを加え、より革新的な製品となっています。セブンプラスフォーカスは植物栄養素の抽出物の良さを最大限に生かしたジュースです。現代の食生活を補うにはセブンプラスフォーカス、これ1本で OK です。
植物栄養素がぎっしり詰まった生きているジュースをお届けするエクスフューズは、まさにマルチボタニカルドリンクの第一人者です。